こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。松坂記念競輪も、いよいよ最終日、ジュニアス決勝戦の予想を行っていきましょう。はい、えー、こちらですね、えー、っと、概要です。えー、地元浅井が決勝に乗ってきました。えー、岐阜の竹内優作が番手に回ります。番、あの、番手を走ります。 竹内がすんなりできっての、優勝を決めたいところということで、一応の本命です。ただし、えー、茨城の吉田拓也もいるんですよね。吉田と竹内は叩き合う運命と見て、そこで浮上してくるのが、えー近、近畿、近畿、村上、えー、広行、えー、 神田だったっけな、えー、っと、それから、短期の野田源一の、この三人のボックスは穴だと思います。で、浅いからもこの三人に流したいと思います。確かに、竹内優作も残るかもしれません。残りとか、吉田拓也のまくり、それに乗る竹田投機なんかあるかもしれませんが、 あくまで基本を、あくまでこの3人にしたいと思います。はい。えー、12S を決勝をご覧のメンバーですね。えー、SQS 班が地元浅井幸太と、えー、5番車ですね。えー、武田豊樹と2人となっております。あ、村上博之もでしたね。3番車ごめんなさい。SSQS 班が3人の記念って本当に、最近あんまり見ないですよね。それだけまあ、 豪華メンバーが揃っているということで、まして、地元の浅いコータ、プラス、えー、47歳ですか、増井元が決勝に乗っておりますので、なかなか興味深い、面白い決勝戦だと思いますね。はい、えー、まず、えー、メンバーを、決まり手と、 決まり手じゃない。えー、っと、バック、ホーム回数、えー、スタート回数の順に数字を並べております。えー、バック回数は19回。竹内優作が圧倒的ですね。で、ホーム回数も竹内優作20回でトップです。で、続いて吉田拓也のバック回数が15回、ホーム回数が12回。ということで、この2人が抜けてて、次が、 浅井イコータの一回ずつってなりますよね。そうなると、やっぱり、二番車、吉田拓也、九番車、竹内優作の先行争い。で、踏む距離が長いのが竹内優作になるんで、竹内が一回先頭に出て、吉田拓也がどう、先頭に立とうとして、吉田拓也がどう挑むのでかというのが、 えー、このレースの焦点になりますね。えー、私、こういう、えー、と徹底吉田拓也徹底先行っていうのはどうかなと思うんですけど、えー、先行する選手が 2, 2人いるっていうのが一番面白いんですよね。先行1車になると、その逃げ選手を狙わないと絶対いけないということになりますし、よっぽど力が落ちてない限り、限り落ちない限りは。 3社以上になると本当に格段に予想難しくなりますからね。この、明らかに先行するっていうのが2人いるっていうのが、で、まくりが1人いるっていうのが、一番好きな、あの、メンバー構成ですね。スタート回数は最大4回なので、一番車ということもあるんで、チューブが前取る可能性は結構高いですね。 竹内優作は、あの、後方に置かれるとまくりが決まらないタイプなので、吉田が抑えに来ると思うんで、その時に竹内がどう対応するか、えー、下がって巻き返すのか、突っ張っちゃうのか、まあ、それは吉田の抑えに来るタイミング次第だと思います。まあ、野田源一は短期なので、抑えに来ないと思うんですが、 村上博之、神田の近畿勢が先に抑えて、それで吉田を出す、あの、叩かせるという展開もあるのかもしれません。三連単の支持率は、朝最後圧倒的ですね。で、二番手が基本追い込み型なのに前を走る、今回前を走ることになった村上弘之なんですよね。で、三番手が 武田統暉ということで、SQS 班が、えー、1、2番目、2番目、3番目を占めておりますよね。やっぱり天の知名度で買うっていうのが今ファン、特に記念の決勝とか、まあ、特別とか大きなレースで増えてるっていうことなんですかね。 えっと、二社団のオッズです、うん。やっぱり、地元ということもあり、竹内に乗る浅井が人気になってますね。一番人気がですね、19かと思いきや13なんですよね。別船ということで、浅井村上。まあそうですよね。それに1号ですね、3番人気が。 11倍。武田が突っ込んでくるパターンですよね。まあ、どちらにしましても、アサイが幅広く人気を集めていることは間違いなく、じゃあ、アサイを外した車検となると、まあ、村上アサイも14.7倍なんで、 アサが絡まない車検となると30倍とかみんな行くのかな ?51 もアサ絡んでるし、91、本当はアが絡む車検がメインですよね。それ以上になると軽く30倍いっちゃいます。吉田武田が25で31.8倍。裏の武田吉田が33.7倍というあたりでしょうかね。 それから、37、村上、神田。これが35.5倍ですか。まあ、ど、えー、アが幅広く指示を集めている。ただ、浅井の場合、結構、あの、筋違いを連れてくる場合が多い。というわけで、一六、筋の一六は23.9倍なんですよね。 実は、あの、浅いから、浅いなとは2話目に行きがない。というわけで、まあ、点と点で売れてる感じがしますね。あ、もう出しちゃった。一応、ポイントとしてはこうなりますね。このレース、まあ、いかに、吉田が、吉田や村上がいつ抑えてくるか。 竹内がそれに対してどう対応するかというのがこのレースのポイントだと思います。そうなると、ちょっと竹田に竹田の足運に不安点がある、ありますし、吉田拓也もですね、竹内が逃げたらちょっと苦しいんじゃないかなという。 もしくは叩き合いになってしまう運命なんじゃないかな、という、ことで、むしろ、近畿の二人や、野田の方が、面白いと思うんですよね。えー、っと、吉田、武田より。というわけで、えー、地元浅井、まあ、すんなに竹内が、できれれば、もう浅井が抜け出す展開、ということになるんですけど、 やっぱり不気味なのは、三人のラインじゃない三人なんですよね。村上、神田の近畿勢。そして、短期。短期の野田源一。野田源一はやっぱり短期で、短期のまくりで光るタイプですからね。 神田も、あのあ、だんだん足をつけてますし、個人的には、あの、一番取ってほしいのは神田なんですよね。準決勝も一着取れてる。これ最近まで、えー、っと、今回結構初めてなんじゃないかなと思うんですね。記念、記念以上だと。ということは確率、神田は力つけてますよ。なんで村上がどう考えてるか。 村上が、あの、今回、完全優勝かかってるんですね。まあ、ということもあり、調子すごくいいってことになりますね。やっぱり、まくり温存してるので、仕掛け方一つでは、変わってくる。それこそ、あの、神田が抜け出す展開もあるんじゃないかなと。あと、 野田が先にまくって、それに村上神田の近畿が乗ってしまうというのも考えられます。まあ、この場合、えー、もう上げちゃいましたが、この3人が、もう、あの、竹内と吉田で足を使って、もしくは、あこっちの場合の可能性が多いから、吉田が出来って、竹内が不発になって、 アサイも当然、あの、自力切り替えるですけど、やっぱり、タイムラグがあるんですよね。まあ、大宮の平原は、あの、ちゃんと、あの、対応して、スイッチして、えー、4コーナーまではこれ取ったかなと思ったんですけど、まあ、足は、足が三角に回っちゃって、伸びきれなかった。 まあ、今のアサイの縦の好調さだったらそんなことはないと思うんですけど、逆にそんな切り替えとかがうまいタイプじゃなく、踏めるとこで自力でもう踏んでいっちゃうタイプなんで、アサイの場合は。足はアサイの方が断然平原よりいいんだけど、そういう気温差があんまりアサイはないというか、考えてないというところが、まあ、 やっぱり平藩に対しては、マイナス、えー、劣るとこだと思いますね。そうなった場合、竹内をやっぱりできるしかないんで、やっぱり竹内ができるかどうかというのが浅井の運命をかけてると思うんです。できれず、吉田、竹田、大塚でできちゃって、その後ろに、えー、村上、えー、神田、野田がついちゃった場合、 まあ野田、村上なんかもいい,いいと思うんですけど、その場合やっぱり野田のスピードっていうのが相当のものあるし、村上も今切れてるんですよね。やっぱり準決勝までピンピンピンできてるっていう好調具合は無視できないんで。となると、まあ、野田がまくって村上や、 神田が乗っていくというのもあって、そうなると、この3人ものボックスも面白いんじゃないかなと思って、穴に示しました。で、えー、浅いの頭になったとしても、竹内は結構足使うんで、まあ、吉田って結構、ボーンヘッドというかですね、何もできなくって、見せ場すら使えないということも多いんで、 そうなったら楽なんですけど、やっぱり竹内も吉田のことを意識しちゃいますし、浅井を引き出す競争に徹すると思うんで、やっぱり竹内の残り目はなく、浅井も他が来ちゃったら、もう番手から出ていくしかないと思うんですよね。かといって、浅井の後ろの麻酔ではちょっと、いや、なかなかいいんですよ。あの、麻酔も。じゃあ、あの、昔まくりとかやってた、 永久でまくりやってて、旧永久ですね。えっ、ー、と、まくりの綺麗なんかはあったんで、それにやっぱり、なかなかしぶといとこを時折見せますからね。なんで、すんなりついていくっていうのもないわけじゃないんですけど、当然麻酔の後ろは別線になっちゃうんで、そうなると麻酔が粘れずに、かわされちゃうんじゃないかなっていう気はするんですね。あ、 逆にですね、うん、麻酔が早く番手まくり打ったら、麻酔の頭って、頭もしくは誰かにかわされる2着とかないよな、と、あの、支え合えてみる。まあ、麻酔はちょっと、あの、隠したと思うんで、年齢に踊られてそんなにないとは思うんですけど、まあ、常に、え、麻酔結晶って結構びっくりしたんですよね。やっぱり、 25年近く競輪やってきて、ずっとあの名前知ってますからね。自力の時から。だから、初の記念決勝だったような気はするんですけど、頑張ってほしいっていう気持ちはあるんだけれども、やっぱり、この3つ見ると、やっぱり、なんか身を取る。なんか永久同然の人が1人入ってるっていう感じはしちゃうんですよね。まあ、マスイも逆にここ、 点数を取ることで、今96点でギリギリなんで、S 級の点数を確保し、あの、取っておきたいなっていうのはあるかと思うんですね。なんで、そのチャンスではあるんですけど、うん、浅井から来るんだったら、麻酔や竹内より、この浮駒3人じゃないかなと思っております。はい、えっ、ー、と、以上。 えー、こちらですね。アサインは本命だけれども、えー、浮き駒の3人は怖い、あのー、穴としては怖いよという予想でお送りいたしました。えー、長くなって申し訳ございませんでした、えー。この最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト流れます。お時間ありましたら見に来てください。えー、いつもの通りですが、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。 さて、えー、松坂記念経理最終日の、えー、予想をお送りいたしました。最後は果たして優勝できるのか関東勢はそして、えー、っと、他の近畿、えー、野田玄一の教習はあるのか、えー、み楽しみにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。